リタイアした後にうまくいく方法。精神科医カバサワショーンのカバチャンネル。仕事を退職してですね、悠々自適の生活を送ろうというふうにですね、老後のプランをね、夢見る人も多いと思うんですけど、実際はあまりうまくいってない場合の方がね、多いようにも見受けられるんですけど、なかなかリタイアした後にこう楽しく生活するっていうのは意外と難しいし、最近ではその熟年離婚じゃないですけども、リタイアした後に離婚したりですね、そういったことまで起こってまいります。じゃあそういうことを防ぎながら楽しくリタイアした後の生活を、まあ、夫婦揃って過ごすにはどうすればいいかっていうことになりますけども、一つはですね、やっぱり趣味っていうのは私非常に重要だと思うんですね。夫婦一緒にできる共通の趣味っていうのは、これが一つないとですね、非常に辛いです。よく聞くのが、旦那さんと自分で何の共通点もないですっていう、一緒にこう楽しめるものがないっていうですね、人がよくいらっしゃるんですね。私はそれを聞いた時にすごいびっくりするんですけど、じゃあなんで結婚したのって話なんだけども、意外とそういう人が多いですね。そういう人がリタイアするともっと大変になってしまいますので、そういう場合は何か作っていかなきゃいけないですね。お互いに共通で一緒にできるようなこととかですね、スポーツでもいいですし、何か趣味でもいいですし、何か美味しいものを食べに行くとか、そういうことでもいいと思うんですけども、そういう一緒に楽しめる時間っていうことを、65歳過ぎてから何か新しいことをやり始めても、それを続けることは非常に難しいです。特にスポーツ運動のようなものとか、技術を要するようなものの場合は非常に難しいですね。ですから若いうちからやっていかなきゃいけないので、共通の趣味を見つけましょうって言った場合、65歳過ぎてからだと結構遅いんですよ。だからやっぱ50代のうちとか、あるいはもっと若いうちから何か一緒にできるようなことっていうのがあると一ついいんですね。もう一つが、一緒にできることと別にですね、別々にやること、自分の趣味っていうのも重要ですね。リタイアメントすると、旦那さんがずっと家にいるから、今度距離が近くなりすぎるっていうことがありますね。一日中一緒にいたらもう嫌になるよっていうことが起こってきますよね。まずね、そうなった時に、だから一緒にやる時間も楽しみながら、それぞれ別々に何か自分のコミュニティ、どっかの会に参加したりですね、自分の趣味を楽しむっていう時間をまた別に持たなきゃいけないということなので、自分なりの趣味、自分なりの友達、交友関係であるとか、そういうものっていうのを持っていくということで、2つの場所がないとダメですね。自分の家庭っていう、そういうパートナーとの場所っていうのと、自分のコミュニティ、自分の友人、自分の趣味仲間っていう2つのコミュニティを持たないといけませんね。なぜかっていうと、今までは旦那さんは外に行って、旦那さんも家庭の他に会社っていうコミュニティがあったから、コミュニティ1個にしか所属してない人っていうのは、それが全てになっちゃうんですよ。人生の全てになっちゃうから、そこでちょっとしたトラブルが起こった時に、それがもう世の中を破壊したいかのような大変な状況になっちゃう。多分熟年離婚とかっていうのはそういうことで起こってくると思うんですけど、複数のコミュニティに所属しているとですね、一個がうまくいかなくても別のところで楽しければいいやっていう風になるので、干渉剤になるんですね。仕事でバリバリしてる人っていうのは、もういくつもの何とかの会だ、今日は何とかの会合だとか言って、すごいたくさんのコミュニティに多分所属してる人が多いと思うんですけど、仕事で辞めた途端にコミュニティが激減してしまって、一個か二個になってしまって、それがいろいろなストレスの原因であったり、うまくいかない原因になりますので、夫婦一緒にできること、自分の居場所っていうかコミュニティ、そして複数のコミュニティって、こういう複数のこう居場所を夫婦でお互いに持てるようになれると、お互い尊重しながら楽しい時間が過ごせるんじゃないかと思います。精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、次回見逃さないためにも、赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。